あなたの街の秘蔵映像。勢いよくテイクオフ。大空を舞うのはグライダーです。戦前は学生の花形スポーツでした。木曽川滑空場は今でも学生クラブの活動拠点です。プロペラをうならせる機体は YS-11、 戦後初の国産旅客機です。量産され国内線などで活躍しました。試験機1号機の初フライトは名古屋空港からでした。1970年代の航空自衛隊小牧基地です。勢いよく飛び出したのは F1 戦闘機。日本が初めて独自開発したジェット戦闘機です。空を覆うような巨大な飛行船、キドカラー号の初フライトです。新型のカラーテレビキドカラーを宣伝するため全国を飛び回り人気を集めました。子供たちが乗るのはゴムモーターボート。しっかり捕まって急ターン。競艇場で開かれた体験イベントです。木曽川の一部は美しい景色がヨーロッパのライン川に似ているとして日本ラインと呼ばれています。船で急流を下るライン下りは観光客から人気を集めていました。東海3県全市町村の懐かしい様子や貴重なシーンをメーテレの特設サイトで大公開しています。一緒にタイムスリップしませんか？ぜひご覧ください。